皆さんこんにちは。この度角川書店から初めての小説言えない恋心を出版させていただくことになりました、 AKB48 の内田真由美です。この作品はですね、6編の短編小説になっていて、6人の女の子のアイドルの恋愛模様を書いています。私は昔から本が大好きで、いつも本を読んでいたんですけれども、昔からいつか本を書いてみたいなと思っていて、で少し前に私のフォトブックを出させていただいた時に自分で文章を書いたりしてて、あ、すごくこの作業は楽しいなって思って、それから本を書きたいなと思いました。期間はだいたい2ヶ月間ぐらいだったと思うんですけれども、やっぱり初めての執筆活動だったので、自分の思ったことをこう文章にするっていうのがすごく大変だなって感じました。ストーリーやらキャラクターのプロフィールやらは全部自分で調べたりして、この職業の人だったらこういうふうに思うんじゃないかっていうのも全部自分で調べて書き上げていったんですけれども、まあでも自分でもわからないこととかもあると思って、その原稿を同じチーム K のメンバーの北原理恵ちゃんにも読んでもらったりして、理恵ちゃんは本がすごく好きなので、読んでからいっぱい私にアドバイスをくれたりしたのですごく助かりました。小説も完成してから、たくさんのメンバーに読んでもらいたいなと思う反面、やっぱり恥ずかしいなっていう気持ちもあるんですけれど、たくさんの、アイドルたちの恋愛事情を書いているので、やっぱり私の妄想のこの世界をみんなに楽しんでもらいたいなって思います。ファンの方にはもちろん、そうでない方にもたくさん読んでほしいなって思うんですけれども、多分ファンの人にとってはすごく刺激の強い作品になってるかなと思うので、多分ドキドキしちゃうと思うんですけれど、これは嘘なのか本当なのかわからないっていう感じでドキドキしながら見てもらいたいなって思います。そして、女の子だとかアイドルに憧れていたり興味がある方にも読んでもらいたいなと思っていて、その結構アイドルのリアルな部分も描写として表現されているので、そこも皆さんに妄想してもらいながら読んでもらいたいなって思います。私が初めて書いた恋愛短編小説言えない恋心、皆さんぜひ買って読んでみてください。 AKB48 の内田真由美でした。